でどんな風にその、そうですよね、ホイヤーの中にも科学者がいて、はい、歴史研究してるわけですよね。はい、結構ね、元科学者だった人とかに会いましたけど、はい、それは普通に科学を信じたのに、その神を信じるようになって科学の方が間違ってると思って。オバマさんはどうなんですか、進化論を信じてる。オバマさんは、まあ、いわゆる普通の主流派って言われてるキリスト教徒なんですよ。で、すごく不思議なのは主流派の方が少ないんですよ、アメリカで。いわゆる我々が思っている普通のキリスト教徒が少なくて、福音派の方が圧倒的に多くて、で 25% から 30% が約1億人いるんですね。で、その進化論に関してはあまりにもその南部の、アメリカ南部の方の人たちはそれを信じていないから、1925年に各州でですね、南部各州で法律で学校で進化論を教えることを禁止したんですよ。そしたら捕まっちゃってた先生が。捕まる。解雇されるんです。こっちに来られない。1987年までずっと南部では進化論を教えることは禁止されたんですね。なんかもうそこまで来るとちょっと俺が進化論を信じてること自体もう実は違うんじゃないかと思ってたぐらい。もう関係のこと逆に違うのかなとか。